時刻は3時を回りました。3時といえば、マンチタイム。マンチとは英語で、むしゃむしゃとか、もぐもぐといった意味があります。なので、マンチタイムは、むしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので、何か食べようかな。今日のおやつは、くれ！トッポ、さつまりこ！日本のお菓子業界を経営する2社、カルビーとロッテが共にお菓子の未来を本気で考えようと立ち上げたおかしな研究所から第5弾商品として発売されたのがこちら、ロッテのトッポさつまりこ。秋ならではのカルビー、さつまりこ、焼き芋味をイメージした商品で、さつまいものあんを練り込んだ香ばしいサクサク食感のプレッツェルに焼き芋感が楽しめるチョコレートが最後までたっぷり入っているとのことです。では今日のおやつ、ロッテのトッポさつまりこ、いただきます。これどういう交渉をしたんですかね。ロッテとカルビーが利益は折半ねえ、こういう事情知りたいな。どっちが先に言ったのかとか。ではオープン。お、見た目はもうトッポですけど、でもそっか、じゃがりこがカルビーでトッポがどっち。はい、あ、めっちゃ芋の香りがしますね。ではいただきます。うわあ、すごい詰まってる。焼き芋食べてるみたい。焼き芋の味。なんか黄色。だからもう、多分、焼き芋入れちゃったんだと思う、これ。すごい、芋も、ちゃんとねっとり感もあって、で、この周りのトッポのカリカリがすごい合う。これさ、芋だけ吸えないのかな。ね、吸ってみましょう。いけると思う。ちゅって音しちゃった。キスしちゃった。でもすごい。いや、いけると思いますよ、これ。ちょっと時間あれば。すごいねっとり。おいしい。これ今月ナンバーワン。秋ですね。秋、これで私も楽しみたいと思います。ZIP FM 77.8